こんにちは、萩です。今回はですね、箱根駅伝予選会で見事トップ通過を果たしました立教大学の本音が語られた記事がですね、投稿されましたので紹介していこうと思っております。つい先日ですね、箱根駅伝予選会が終わりまして、その後ですね、各大学の関係者、監督とかコーチ陣が各メディアにいろんなことを語っています。まあ予選会を終えての感想とか、まあそれまでのストーリーとか、あと裏話とか、いろんなことね語っていて、まあ各メディアがそれをねまとめて記事にして投稿してくれてるんですけども、この予選会が終わったすぐのタイミングの記事ってめちゃくちゃ面白いんです。なぜかっていうと、各大学の本音が語られるんです。で、各大学の、まあ、リアルな声が聞けるのって、僕、このタイミングしかないと思っているんですよ。で、なぜかっていうと、まあ、この後、11月とか12月になってくると、箱根駅伝に関する記事ってめちゃくちゃ溢れ返るんです。で、12月直前になると、まあ、各大学の監督が、まあ、チーム状況とか、まあ、本戦に向けての、まあ、仕上げ方とかね、まあ、いろんなことを語られて記事が増えてくるんですけども、この直前になりすぎると、各大学の監督も、どこまで話していいのかなっていうところでちょっと手探りになるんです。で、もちろんメディアに対してね、ちゃんとね、制しなきゃいけないって部分があるので、まあしっかり話すんですけども、ただチーム状況を全部明かすわけにはいかないじゃないですか。で、今箱根駅伝って本当すごい戦略的になっていて、まあ各区間の配置を変えるだけでも、まあ順位は変わってくる。で、ライバルチームにわざわざ自分たちのチーム状況を全部晒すこともないじゃないですか。まあ故障者が何人いて、このメンバーで戦います、エースはここの区間に使います、調子はいいですってことをまあ言わないじゃないですか。まあそれがね、もう駆け引き始まっている。だけどまあメディアに対してはちゃんと言わなきゃいけないので、まあ嘘はつかないんでしょうけど、まあ半分本音で話して、あと半分はちょっとグレーに積むっていうのが、まあ11月とか12月の記事になってくるんです。まあこれはしょうがないですし、だけどまあそれが楽しいって言えば楽しいんですよね。まあそこから何が読み取れるのかっていう楽しみがあるんですけれども、まあ隠された部分も多く出てくるので、各大学の本音というかリアルなチーム状況ってどんどんね今後読みにくくなってくるんですが、この予選会が終わったすぐのタイミング、まあ、予選会に出場したチームに限るんですけども、このタイミングって本音が語られるんです。なぜかっていうと、予選会に出場したチームっていうのはもうここにかけてるわけですよね。もちろん本戦でどんだけの結果を残すかっていうところなので、予選会は通過点だと思ってるチーム多いんですが、それでも予選会を突破しないと始まらないわけですよ。なんで1年間この予選会を突破するためにトレーニングを積んでくるわけです。で、見事ですね、予選会突破したチームっていうのは、まあ、監督も含めてやっと落ち着いたと、一段落ついた、ほっとしてるタイミングなんですよ。それまで何ヶ月かもうピリピリして、なんとか予選会を突破しなきゃっていう張り詰めた状態、それが一旦ふっと落ち着くのが予選会が終わったすぐのタイミング。このタイミングで各メディアのインタビューアーが訪れて、監督にお疲れ様でしたと、予選会突破おめでとうございます。まあ今の感想、チーム状況どんな感じでしたっていうと、やっぱついついね、本音を語ってしまうんです。監督も人間ですから、いろんな思いを抱えてるわけですよ。まあ張り詰めた環境もあって、まあ調子がうまく上がんないとか、まあ夏合宿で故障者が多いとか、そういったものをね、ちょっと聞いてくれよみたいな感じで、メディアに話す傾向に僕はあるなと思っていて、毎年ね、このタイミング記事って各大学の本音が聞けて超面白いんです。まあこれはね、見事予選から突破したチームもそうですし、突破できなかったチームに関してもこんな状況なんですっていうことをね、すべて出されるのがまあこの瞬間なんですよね。で、これを逃すと予選から突破したチームの監督っていうのはもう本戦のピリピリモードになってくるので、一気にこう閉鎖してしまうんですね。なのでこのタイミングしかないんです。なのでぜひ皆さんもね、記事見てほしいなと思うんですが、まあそんな中ね、まあいろんな大学紹介していきたいんですが、今日はですね、まあ立教大学の話をねしていこうかなと思っています。皆さんね、気になると思います、今回予選会トップ通過は実力通りなのか、それとも出来すぎなのか、立教大学として高林監督としてどう思ったのかってことはね、いろいろ語られた記事がね上がりますんで話聞きたいんですが、まずね、僕の感想からすると、僕はもともと立教大学に対する評価めちゃくちゃ高かったです。で、予選会の前日に僕順位予想のね動画を投稿していて、その時に立教大学は2位通過すると予想していました。さらに言うとトップ通過も十分あり得るという話をしているんです。で、理由としては、今一番大学として勢いがある、かつ
監督と選手の信頼関係がズバ抜けていいのが立教大学だという話をしました。で、立教大学は監督が変わったタイミングなんです。で、この新監督のタイミングっていい方に行くか悪い方に行くかもう二極化するんですよね。やっぱ選手としてもこの監督についていっていいのかどうかっていうのすごい悩むと思うんですよね。今までやってきたこととガラッとやっぱ変わるわけですから、今までやってきたことが無駄になるんじゃないかと。さらに今回の新監督の言うことすべて受け入れていいのかどうかってことを悩むと思うんです。で、今の大学生ってすごい頭のいい方多いと思いますし、まあ情報化社会なので自分のいろんな情報を仕入れるんですよ。やっぱトレーニングとかももう簡単に自分で仕入れることができるわけですね。で、自分の中でのセオリーがあるわけですね。まあそれとずれた発言とか指導になると大丈夫かなっていうふうに思ったりするわけですよね。なんで心機一転変わっていい方向に進む方向もありますし、まあ選手側がやっぱ信用しきれずに悪い方向に行ってしまうと場合もあると思うんですけども、そこで高林監督は、まあ、全日本関東予選会で圧倒的な結果を残したわけですね。これがやっぱ本当に大きいと思います。で、それまで選手自身も、まあ、監督の言うことを聞いて、まあ、指導をね、まあ、聞きながらトレーニングを積んでいきましたが、おそらく半信半疑でやっていた方もいると思うんです。それでも結果が出たんですよ、全日本の関東予選会で。これでチームが一丸になった瞬間、あ、この監督ってやっぱすごいわ、信じていこうということで、選手含めて全員がですね、高林監督を信じてもうこの監督についていこうっていうふうに思った瞬間、こうなった大学生ってやっぱ強いですよ。やっぱ迷いある中でトレーニングすると、まあ、この監督の言うことを全部聞いて、まあ箱根もねまで突き進もうっていう風になったら、やっぱチームとしても強いし悩みがなくなるので、もうトレーニング積むだけですよね。それが全日本関東予選会で一つになって、まあそこからはやつもうグーンと行くしかないと。それが今回結果に繋がったのかなという風に思うので、まあ僕は立教大学がこんだけの結果を収めるのはあり得るのかなと思う。ただ一般的に言われていたのはそこまでね評価は高くなかったんです。まあ予選会はねまあ固く突破するだろうっていう予想は多かったんですが、まあ3位以内に入ってくるっていうことをね予想していたメディアは少なかったかなというふうに思います。まあそんな中ですね、そうなると今回の立教大学のトップ通過は実力通りなのか出来すぎなのかって気になるので、メディアもね直接高林監督にその言葉アタックして聞いてるんです。それが面白くて、もうズバリドストレートにどうでしたかってことを聞いていて、で高林監督も素直にそれを答えてくれてるんです。でその高林監督の回答としては、まあまあ普通ですねっていうことを答えていて、もうメンバーが力を出せばこれぐらいの結果は出るかなってふふふみたいな感じで答えているんです。でここから何をね読み取れるかなって考えた時に、僕が思ったのは、あ、相当自信あったんだなっていう感じがしました。で立教大学の今回の目標としては、全体の3位以内で通過するっていうことをね目標に掲げていたそうです。で戦略的には、まあ10キロぐらいまで様子見て、まあ後半勝負10キロから15キロぐらいからしっかり上げていきましょうっていうようなプランで、まあ、組んでいたということみたいなんですけども、まあ、今回の一番のポイントは気温が上がったということです。で気温が高くなったのは、僕ね立教大学として大きなプラスの方に運ばれたんじゃないかなと思ってるんですよね。で今回まあ波乱が起きましたけども、もう最有力と言われていたチームが結構こぼれてしまったわけですよ。例えば東海大学とか中央大学とか、この辺はまあトップ通過間違いないだろうと言われていたチームが下の方に進んでしまったんです。でこの理由が僕気温が影響してるんじゃないかなと思うんです。で純粋に当日気温が高くなってしまったからパフォーマンスを発揮できなかったっていうわけではなく、それまでの練習と本番のギャップが生まれてしまったんだと僕は思っているんです。で、なぜかというと、今回気温が高くなってしまったことによって、普段の練習よりも遅くなってしまったランナーっていうのはいっぱいいるわけですよね。で、強いチームこそそれが現れたと思っているんですよ。で、直前までちょっと涼しくなってきて、キレのある練習とか早い練習で予選会もある程度こんだけのタイムで走んなきゃいけないっていうところで、かなり早いペースでトレーニング、ペースランニングもしていたんですが、レース当日、気温が上がってしまったことによって、予定よりもペースを落としましょうっていうことで、各大学戦略を変えたわけですよね。そうなってくると、普段やっていた練習よりも
遅く走るっていうことでリズムがね大きく変わっちゃったんじゃないかなというふうに思うんですよね。で一方で立教大学っていうのはどんな練習していたかわかりませんが、前評判ではまあ5番か6位ぐらいだろうってこと言われていたので、おそらく練習と本番のペースの差がそんなになかったんじゃないかなと思うんですよね。ただ東海大学とか中央大学っていうのは練習、今回の箱根駅伝予選会よりも圧倒的に速いペースやっていて、いざ本番整った状態なのに練習よりも遅いっていうことでハマらなかった。これ本番遅く走れば楽っていうわけじゃなく、意外とポンって行っちゃった方が結果が出るシーンってあるあるだと思うんですね。まあそれがね今回大きく差が出たのかなと思ってます。で立教大学が今回ねトップ通過できたのは、まあ練習のギャップと本番のギャップはそんなに生まれなかったところがね大きなポイントかなというふうに思ってます。で、高林監督が言っていたのが、まあ最初の5キロね、とにかくのんびりゆっくりね、まあ様子見ながら入りましょうってことを言っていたんですが、結果蓋を開けると、5キロ通過が全体の3位通過。で、10キロ通過が全体トップ通過。15キロも全体のトップ通過で、そのまま逃げ切ってトップ通過というのが立教大学でした。で、5キロ通過地点で、まあ情報が入るんでしょうね。で、高林監督も全体の3位通過ですってこと情報入った時に、待て待てと、おいおい大丈夫か、ゆっくり行こうぜって言ったじゃないかみたいなことを思ったそうなんですが、これは僕はね周りの大学が牽制した結果だと思うんです。まあ決して立教大学が最初の5キロをドカンと突っ込んだわけではないと思うんですよね。立教大学としては予定通り入ったけども、周りの大学が予定よりも遅かったから結果全体の3番で5キロを通過したという理由だと思うので、立教大学としては決して突っ込んだわけではないということなので、まあそこはね今回のね安心につながるポイントかなというふうに思ってます。で、一番ね、面白かったのがね、集団走についてなんです。で、今回立教大学は集団走しなかったんですよね。で、多くの大学が予選会ってやっぱ集団するんですよね。まあ、チームの中で、例えば5、6人ぐらい集まって、まあ、10キロ、15キロぐらいまでみんなで走って、最後5キロフリーっていうのが結構予選会のスタイルとかセオリーみたいな感じです。まあ、これは大失速を避けるために、まあ、行う。無難に走れば通過できるだろうと思われてるチームはそういった無難に走っていく、まあ冒険はしなくていいっていうような感じでやってくるんですけども、立教大学は集団走しなかったんです。で、トップ3人はもうフリーで行かせる。まあ、とにかく自分の走りをしなさい。で、真ん中2人は中盤でペースランニングをするっていうような感じで、チームとして集団走するっていうことをやめたんですよね。これチームの戦略として結構珍しいかなと思うんですが、これね、僕最終的に思ったのが、集団走しない方がいいんじゃないのかなって思い始めてきましたし、僕がもし予選会に出場する監督、大学の監督だったら、集団走僕させないと、僕は、します。おそらくですけどね。で、理由としてなんですけども、集団走するデメリットの方が結構大きいかなっていうふうに思ってるんです。なぜかっていうと、集団走するっていうことは、もう、この予選会で走るタイムはもう決められちゃってるってことじゃないですか。15キロまでこのペースで行くっていうことがもう確定しているわけですよね。で、ラスト5キロフリーなんですけども、ラスト5キロで上がれるタイムってもう限られてるじゃないですか。いいタイムを走るためにはもう最初ドカンって突っ込んでいかないとタイムが伸びないので、15キロまでペースランニングをする、集団走するっていう時点で、ゴールタイムはいい意味でも悪い意味でももう確定してしまうっていうことだと思うんです。だけど、レース本番のいいところって本番パワーじゃないですか。で、やっぱさらに僕たち市民ランナーよりも大学生って本番に出せる、覚醒する瞬間って大いにあり得るので、そこをわざわざストップさせて集団走させる意味が僕にはちょっとわかんないなと思ってしまうんですよ。なので多少冒険はありますけども、もう今ある自分の力をこう使いなさいって言っちゃって、自由に走らしちゃった方がいいのかなというふうに思うんです。で、決して集団走しないからって、集団で走れないわけじゃないんですよ。あんだけのね、何千人っていう選手がいるので、どこかしらの集団に入るわけばいい、入ればいいわけですよ。それが自分が決めた、走っていた、その時のレース本番の時の感覚に合う集団を見つければいいだけで、わざわざ自分たちのチームで集団にする必要がないかなと思っちゃうんです。で、スタートから最後まで一人旅になる選手なんてまあいないですよ。留学生か日本人トップを狙う選手しかいなくて、それ以下のまあ10番以降20番以降の選手たちのはどこかしら集団で走るわけですよね。なんで20キロ一人旅しろっていうわけじゃなくて、自分たちのチームの集団か自分が見つけた集団かの違いなので、だったら僕は本番パワーにかけて自由に走らせて自分の
感覚に合わせたレースを運んだ方が僕はいいのかなと思ってるんですよね。で、リスクとしては失速のリスクがあるんですが、今の大学生って僕そんなにやわじゃないかなと思ってるんです。だって毎日毎日ですよ。トレーニングを積んで月間1000キロ近く走ってて、毎日もうポイント練習もして、汗れもして、そんな選手が大失速するかなって思うんです。稀にありえますけども、何年も何十年もトレーニングを積んできて、自分とずっと向き合ってきて、自分の力ってもう把握してますよ。なんで20キロ走り切れる、淡々と走り切れる力って絶対みんなあると思うので、まあそこをもっとね、僕だったら信用するかなって勝手に思っています。まあ10キロ15キロから歩いちゃうっていう選手ってトラブルしかないと思いますよ。トラブルが起きたら仕方ないですけども、15キロ以降大失速するっていう選手は10人走ったら1人ぐらいだと思うので、箱根駅伝って12人走れるわけですから、もっとね、僕は自由に走られてもいいのかなって勝手に思っていて、立教大学がまあそんな感じでして、で今回集団走にしたチームっていうのはあんまりハマってなかったなって印象があるので、まあ勝手な思いとしてね、僕思ったんですけども、まあ、高林監督が言ってるのは、もっと自由にね、まあ、走らせるっていうね、感じでやられたのがポイントかな、というふうに思います。で、最後、練習メニューについての回答もしてくれてて、まあ、どんな練習をしましたかっていうようなことを言っているんですけども、それもね、普段全部教えてくれていて、月間走行距離とかも教えてくれてるんです。これ結構珍しいですよ。で、通常今大学生って月間1000キロ走るのが結構定番になってきてるんですけども、立教大学は月間で700キロから800キロぐらいしか走ってないそうです。これはね、大学の中では僕は少ない方だと思ってます。で、僕の当時、僕が現役でやっていた当時でも700キロから800キロぐらい走ってました。ただ今の方がやっぱボリュームを踏みましょうっていうような時代になってくるので、今の方が昔よりも多いことを考えると、僕の現役の時とほぼ一緒って考えると、まあそんなにね多くないのかなというふうに思っています。ただ距離走は増えたということを言っています。まあ、要は長く走る。一回で長く走る練習が増えたということです。ただ、月間のボリュームの走行距離は100キロぐらいしか増えてないっていうところなので、まあ、そこが怪我なく継続的に選手がトレーニングを詰めたポイントかなと思ってます。で、立教大学今回予選会ってほぼね、フルオーダーで組めてるんです。で、全日本予選会もほぼフルオーダーで組めてて、予選会もフルオーダーで組めているんです。まあ、要は夏合宿も怪我なくしっかりメンバーが走り切れたっていう証拠ですよね。で、かつボリュームも踏めたっていうところがポイントなので、まあ怪我なくしっかりこなえたっていうのが、まあ立教大学の強さだけど、月間の走行距離はそんなに多くなく、今までよりもちょっとだけ増やした。まあ、ここがね、立教大学の強さのポイントかなというふうに思ってます。やっぱボリューム踏もうっていうところで一気に距離を踏むと、やっぱ怪我がね、多くなってしまいます。で、怪我人が増えるとね、チームの雰囲気ってやっぱちょっと悪くなってしまうんですよね。それはやっぱね、片川内監督は避けようっていうところで、まあ、怪我なくある程度ボリューム踏みつつ、選手の、ポテンシャル、モチベーションを上げるためにはどうすればいいかってことを考えると、まあ、一回の練習をちょっと増やような感じなんで、月間700キロから800キロということなので、完全休養日も絶対あるはずですよ。で、毎日朝練で10キロから15キロ走っていて、午後練もするってことになると、基本的にずっと走ってると800キロぐらいは走れちゃうわけですよね、実質的に。だけど完全休養を混ぜることによってバランスを取っていくというところなので、まあそこのね、練習メニューのバランスがうまいのかなと思います。何をやるかっていう時よりも、まあどんな練習を何日間できたっていうところがポイントだと思うので、まあ今ね、各大学ね、練習の質も強度もね、ぐんと上がっている中で、まあそこのバランスをね、うまく取れた立教大学が今回ね、トップ通過できた理由かなと思ってます。まあこれなんかもね、素直に全部答えてくれてるんですよ。本来月間走行距離とかね、あんま言いたくないはずですよね。まあ実際この距離を見ると、あ、そんな景色してないのみたいなね、思われたりするわけですから。スクラムなんかもですね、立教大学今回ですね、いろいろとね、回答してくれてました。これってね、やっぱ箱根駅予選会が終わった直後だからこそ教えてくれるとこなのかなと思ってます。やっぱ関係者がですね、まあ、ほっとしているので、まあ、ついついね、聞き手がうまかったらね、まあ、答えてしまうところだというふうに思いますんで、で、この他にもね、各大学、こう、メディアに対してね、本音をね、語ってくれてるものがね、いろいろあったのでね、まあ、この後ね、いろんな大学ね、紹介していきたいなと思います。ただね、この後ですね、もう1週間、2週間ぐらい経つと、もういよいよ本戦にね、気持ちがね、シフトしていくので、まあ、ピリピリモードになってくるので、まあ、出せる情報と、出せない情報とね、出てきますんでね。そこでね、読み取りにくくね、なるかなと思いますかね。またね、何か新しい情報がありましたらね、紹介していきたいと思います。